こんばんは。聞こえてますか？聞こえてないよ。ちょっとお待ちくださいね。ちょっと待ってください。同じページだと見れないってことですか？動揺してます。はい、こんばんは。ってことは別の そこに、はい、そこに林さんの、はいはい、始まりました。はい、こんばんは。声聞こえてます？大丈夫ですか？聞こえてる。 OK ですか？誰か教えて。 OK っていうか今入ってた。大丈夫のようです。はい、はい、ありがとうございます。では始めます。はい、本日はありがとうございます。犬心東川口店インスタライブ始まります。年末です。年末です。はい、ちょっともうあんなことはね、いろいろちょっとあってちょっと笑いが止まらなくなりそうな時もあるかもしれませんけれどもそこはご勘弁ください。じゃあもうこの子ちょっとお眠ちゃんなのでパッと紹介だけ。かぶれてない。ちょっとかぶって。はい、僕ちょっと大きくなりました。前見て、前見て、僕大きくなりましたよ。ほら見て、胴体も長くなりました。おお、かわいいってもらってます。ありがとうございます。なんか携帯が止まりました。まあいいか。はい、じゃあ進めます。はい、しゅなちゃんもうすぐ3ヶ月になります。パパママ募集してます。皆様お待ちしてます。まだ決まってないのでよろしくお願いします。お願いします。じゃあ僕眠いから寝ます。はい、まだ寝ませんけど、ここに、まあ、ここに、ここに行っておきます。はい、はい、はい、かわいい、ありがとうございます。皆様すみません。では本日はちょっとこんなね、年末の時にはお集まりいただいて本当にありがとうございます。ありがとうございます。いくつかご紹介したいことがございますのと、はい、あと、まあ、年末のご挨拶も兼ねてということでやらせていただいておりますので、はい、ひとまず先に皆さんもうお忘れか、お忘れでないか、もう前の話さってなってしまうとあれなんですけど、あ、じゃあこの人差し上げます、はい、お預かりいたします。はい、噛みつかないよ。はい、はい、はい、皆様こちら、あ、はい、キャンペーン見えますか？日にち見てください。日にち12月31日まででございます。もうすぐ終わりです。終わります。でこちらの券、これも同じく31日までのご利用になりますので駆け込んでください。意味わかる？そうですよ、はい、皆さんちょっと頑張って大丈夫ですか？はい、はい、はい、ぜひ今ちょっとジェルとかオーラルとかですね、非常にお客さんからのリピが多くなっておりまして、で特に先日インスタグラムにはアップさせていただいたんですけれども、オーラルは国際特許が取れておりまして、もう要は効果がちょっと世界的に認められましたよの状況に言っております。詳細はちょっとぜひインスタグラムを見ていただければ、すごい特許番号とかまで出てますので、ぜひそちらをしっかりと、なのでバイオフィルムを剥がすのはオーラルプロだけです。なので口の中のバイ菌の膜を剥がしてくれる、きれいにしてくれるというよりはなくしてくれるというか壊してくれるのはオーラルプロだけになりますので、ぜひこちらの商品を、ね、なるべく使っていただいて、で冬場って
すっごく口が乾燥しやすくなるんですよ。さあなぜでしょうか。知りません、ありません、はい。お水を皆さんあのお家のワンちゃん様子見ていただくと分かると思うんですけど、乾くですよね。あの乾いてる割に水分を補給しなくなる子が増えるんですよ。飲みません。で飲まないとなると、え、柿のやつじゃないです、柿のやつじゃなくて、はい、あのオー、あ、じゃあシュラちゃんバイバイ。あのオーラルプロの方はあの水みたいな方です、液体の方。大丈夫、最初に出てた酸っぱい方です。ボトルこんなの、こっちね。でこれです。パッケージはみんな同じ感じになっちゃうから分かんないかもしれない。これが国際特許取ったやつで、このこれが唯一バイオフィルムを破壊できるデンタル商材です。なのであの他社さんとかではバイオフィルムのものは破壊はできないんですよ、実は。なのでこれをぜひあの朝寝起きとかってこう時間決めて、まあ時間は決めなくてもいいんですけど、1日2回ぐらいとか使用し続けていただいて、ジェルは歯ブラシをするときだけっていう風な使い分けをしていただくと効果はてきめんです。で、あの本当に先ほどお伝えした通りの、あのどうしても冬場ってお水を飲まなくなるから口の中があの乾燥気味になってしまって、石灰化がものすごく早くなっちゃうんですよ、お口が乾くせいで。なのでぜひ皆様そちらはあの使って効果を実感してください。で冬の方がちょっと口臭が気になりますっていう子が多いはずです。使ってますよって言ってくれます。 ありがとうございます。どうですか皆様、ご感想とかがあればね、ぜひねあのアップしてくださいね。あのジェルの方は甘みがあって、あれはあの残念なことにバイオフィルムを破壊するほどではないんです。ただやっぱり、柿のタンニン あの成分のおかげで抗菌効果は高いんですけれども、あの殺すとか壊すとかまでの働きはないので、お口の、まあ、環境下としてはジェルを歯ブラシの時に使って、これはもう日頃の寝起きとか寝る前とか使っていただくと、より口の中のばい菌はあのすごく少なく維持できるようになりますので、ぜひ皆さん頑張ってくださいね。というわけで書き込め、駆け込めです。あのどこの店舗にもぜひ、あのオーラルさん、あのフェレットのお客様も多いと思うので、もう全店で全部あのキャンペーンが終了してしまう前にぜひお願いします。500円割引券使えるのが年末までになりますので、頑張れー、はい、ご連絡いらしてください。よろしくお願いします、はい、あのどこの店舗も在庫多めで待ってますので、はい、お願いします。もうどうでも良いんですけど、はい、あのあそこが上がらないのは何でしょうかね。まあいいです、はいはいはい、はい、で続きまして、はい、はい、キャンペーンのお話終了、はい、大丈夫大丈夫、はい、話し分け分かってない、あ、俺持ってくればよかったですね、サンプルの。はい、はい、次が次新商品、そう新商品、新商品です。もうお店にご来店いただいてる方はご存知かな、見てください、これ、あ、読みにくい、うずらのいとこが登場しました。わーイエーイ、え、意味わかんない、まあずらのいとこというとなんかねちょっとあれですけど、見てください、わかんない子、あ、光る、こんな感じ、はい、これ鳥居です。今度はお声が非常に高くて、やっぱり鳥が大好きですっていうお声が多くてですね、あ、これちなみにこっちがうずらね、でこっちがこれね、もうちょっと見た目的にはちょっと分かりにくいかもしれないんですけど、うずらの色よりは鳥のこの丸ごとりという商品の方がお肉の色目がちょっと薄いです。そして柔らかいかなって思います。え、商品がどれぐらい柔らかいかとかは気になる、え、これ丸ごとり、はいはい、よく食べれます、
まあそれはね言われりゃそうなんだろうと思ってしまうかもしれませんけど、あの通常の鳥のアイテムと違ってこの中に砂肝とか肝とか手羽先とかを全部入れておりますので栄養価がすごく高くなってます。鶏で、で美味しいとこ取りに、要は美味しいとこ取り、ちょっとうまかったですね。まあ どうでもいい。今内容がね、すごくグレードアップっていうか肉だけではないおかげで、私が黒いからだ。おかげですっごく食いつきが良くなってますので、で今こんな感じのちょっと少ない量で申し訳ないんですけど、この量のサンプルを各店で配布させていただいておりますので、ぜひご来店ください。そう、私がね、色がね、こうすればいい。あ、こうすればいい。あ、変な人みたいじゃないですか。こうか。あ、こんな色ね。わかりますか。でね、これすごい柔らかいんですよ。見えます？わかんないかな。こう指でこう簡単にちぎれちゃうくらいに、ポヨンって、ほら、びっくり。なので、大人も、シニアの子も、子犬、あ、大人も子供も、ちっちゃい子でも大きい子でも食べられますので、で細かくこういう細かくしていただいて、もっと細かくしてふりかけみたいに使っていただいても良いと思います。ぜひお願いします。こんなものも使ってる方、こっちに切り替えもおすすめですよ、うん、まあ両頭使いもいいかもしれないですね、うん、ちょっとぜひぜひあげてみてください。え、はい、え、大丈夫です。 OK です。はい、 OK です。はい、 はい、はい。で次は、なんか質問があれば、ちょっと言ってください。はい、あ、で、ちなみに、こんなクーポンも、あ、これちょっと反転でごめんなさい。こんなクーポンも一緒に、サンプルと一緒にお渡ししてますので、今がチャンスなので、ぜひお願いしますね。これ、皆さん、店舗違くてももらえますので、お近くの店舗にぜひお願いいたします。2月29日まで使える200円オフクーポンになりますので、ね、はい、ごめんなさい、反転してるからね、はい、はいはいはい、お配りしてますのでぜひおやりください。はい、お願いします。はい、で、次です。なんかもうね、いっぱい話さなくちゃいけないことが、はい、続きまして、はい、はい、年末年始、はい、もうちょっといくつかの、 SNS ではアップさせていただいているんですけれども、ララポート店も犬心東川口店もちょっと閉塞の営業時間になっておりますので、あの皆様ちょっとご来店の際は気をつけていただければと思います。はい、用紙がないと分からなかったかしら。でも反転なんですよね。そうなんですよね。ちょっと分かりにくい人もいるかもしれないですけど、1月1日は、はい、お休みです。とはいえですよ、とはいえ実は犬心東川口店の方はですね、あの営業時間が実は何も変わっておらずでして、で、あのお店自体がもともとなんですけれども、トリミングの都合もありまして、31日までは通常営業になっております。で、元旦はごめんなさい、お休みをいただいていて、2日と3日の2日間だけお尻のお時間、11時からのオープンは変わらず、お尻のお時間が1時間早くなってますので6時までで終了となります。で、4日から通常営業に戻っておりますので、元旦だけちょっとお休みを頂戴する形が東川口店です。だから年内は、まあ、正直あまり気になさらずにご来店いただければと思いますので。で、ララポートの方はですね、まあ、これもすごくいつも変則で申し訳ないんですけれども、30日の土曜日までは朝の10時から夜の9時までです。まあ、ついさっきまでやってたみたいな感じです、営業を。で、12月の31日の日だけ10時から7時の営業時間になります。え、分かります？で、元旦はなんと朝の、まあこれ毎年ですけど9時から気合が入ってます。お疲れ様です。お疲れ様です。9時から夜の7時まで。ただ
これも本当は去年までとかだったらすごく長かったんですけど、短くなってるので、お尻は短くなってますので、ご来店の際はちょっといつもの調子で行ってしまうと閉まっちゃってますので気をつけていただきたいのと、で1月2日から7までが同じ、今の状況と変わらずの10時から夜の9時までで、8日って実は祝日なんですけど、うんうんうん、10時から8時までになります。あ、短いんですね。短いんですよ、はい、普通祝日とかあそこ長いんですけど、まあ、多分元旦頑張ったからなのかな、わかんないですけど、ちょっと8日は短くなってますので、皆さんちょっとごめんなさい、多分ララボートの場合はご来店の前に一度ちょっと検索をしっかりかけていただくか、インスタグラムにも先ほどというか朝の段階でだったかな、上げてますので、ちょっとチェックを忘れずにといったところでしょうか。お願いいたします。お願いします。わかりました、大丈夫です。後で上がるから、うん、あ、もう上がってるんですね、もう上がってますので、うん、詳しくはご確認お願いします。はい、お願いします。で、年末はもうこんなんですが、新年のイベントごとと言いましたら、はい、はい、まあ、新年のイベントごとの前にその準備ですよね、はい、こちら年越しそば、じゃ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 ーん、イエーイ、あざおに、これね、もうあと残りすごくわずかなんですけれども、まだちょっとあります。明日明後日ちょっとあやべえ忘れてたっていう方はちょっと急ぎご購入にご来店くださいませ。はい、もうちょっと数は本当にちょっと数えるほどと言ったら数えるほどで、ちょっと見てください、ほら見てみて、可愛くない？お家帰省される時にお持ち帰りいただけるような、こんなセットも作ってみましたので、よかったらぜひ、ほらバッグなので持っていけますよ。はい、お年賀にも、お年賀にも、はい、お年賀にもと思ってさっきの丸ごとりとたい焼きをつけてみました。え、あ、はい、めでたいからね、めでたいのでたい焼きがついてます。はい、こんなセットもいくつかご用意してますので、ぜひご来店いただいてチェックしていただけたらと思います。ただ本当ちょっと数がわずかなので、うん、残りが少なくて売り切れちゃったらごめんなさい。はい、準備はお早めに。そう、準備はもう早めにって言ったってもう30、31ですよねもうね、あと3日間ぐらいしかありませんので、ちょっと急ぎ気味で、あ、もしくはご連絡をください。お取り置きしますので、お電話いただくなり、まあ、インスタになんかことお寄せいただくなり、ちょっと早めに動いていただけたらすごく助かりますので、お願いいたします。待ってます。待ってます。え、はいはい、はい、で次、でさ、そう、新年のイベントだっつって、そうです、もうちょっと年末の話だった、はい、で新年のイベント、ララポートは 1,2,3 になります。で、東川口の場合は、2と3福袋販売いたします。分かったね、まあ、はい、でいつも毎年ですね、当店の福袋はもうちょっとすごくそれはやってくれのご好評が多くて、トリミングのチケットの福袋を販売させていただいております。そちらが福袋になります。で、数は少ないんですけど、ペットガーデン1年間無料券の、ついているタイプのトリミング福袋になりますので、逆に年末の段階でいやちょっと年始いけないけどぜひ欲しいわっていう方がいらっしゃれば、まずご連絡をお願いいたします。ご予約は承っておりますので、ただご連絡をください。まあ、当日の朝でも構いませんけれども、ご連絡いただければそちらの分のお取り置きをさせていただいております。いくらからでしょうか？はい、はい、5万円からです。5万円から、はい、はい、5万、8万、10万、3パターンですね。3パターンですね、はい、ご用意しております。毎年ちょっといろいろで申し訳ないですけど、はい、はい、ご用意はしておりますので、はい、で中にはオプションとかデンタルケアのチケットとかが一緒にこうちょっとそれがお得チケットとして入っておりますので、
あのトリミングにあの通っていただいている皆々様は多分買っていただいたら相当お得になってますんで、トリミング行きたいので欲しいですとおっしゃっていただいてます。 ありがとうございますで、あ、ごめんなさい、あの今の金額はララポートとちょっと違います。でララポートさんの分はちょっとララポートの方でまたご用意がありますので、またちょっと今度アップしますね、うん、なのであのちょっと料金が異なる場合がございますのと、あとララポートはなんかね、多分ねちょっとなんかセールを考えてるそうですよ。なのでちょっとそれは内緒内緒なのかな、なので言っちゃったけどねあのぜひそちらはお問い合わせいただいてみたら楽しいかもしれません。そしてうちも実は兄さんは、その福袋の販売をさせていただくんですけれども、その週末になるのかな、6、7、8っていう3連休じゃないですか。そこではちょっと新年のあのなんだろうな、運試し的なイベントは今ちょっと準備中でございます。ちょっとギリギリに発表させていただこうかなと思ってますので、ぜひお楽しみにしていただけたらと思います。え、はい、だってあんま言っちゃうとね、そう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 、まだ楽しみってもなくなっちゃう、ね、でもまあとにかく兄さんからあのぜひお会いできるのを楽しみにしておりますので、よろしくお願いいたします。4号ね、お仕事の方も多分いらっしゃると思うので、そうなんですね、今年すごくね短いんだか長いんだかっていう方ですよね。短い方だと30から3日までしかお休みがないのかな、うんうん、多分で、ね、4号は普通にお仕事になっちゃう方も多いのかなと思いますし、逆に4号がお休みになっているところの、ね、方はね8まで多分そのままぶっ通しのお休みなんじゃないかなと思いますんで、ただあのお店でも今多いんですけど、すごく胃腸炎、犬のね、ワンちゃんのね、ワンちゃん、まあ、猫ちゃんは今あんまり聞かないんですけど、ワンコは今非常に胃腸炎が流行ってるみたいなんで、ちょっと暮れであっても気をつけておいた方が良さそうですよ。はい、で具合が結構悪くなってもう年末年始なんで病院がやってませんなんていうお客様のお声もありますので、あのちょっとまあ年末年始にやっているである病院さん、ちょっとね、ちょっとお家の近くのチェックしていただくとか、もしくはちょっとあのもう先にね対策していただいて、腹巻きとか体を温めてもらう腹巻きとか、もしくは例えばちょっとおさゆみたいなあの温かめの飲み物というか、暑いんじゃダメですよ、ワンちゃんやけどしちゃうから、あの温かめのあのそういうのを飲んでもらうのに甘酒とかがすっごく効果的なので、いや要は甘酒をお湯で薄めるわけですよ、お湯っていうかぬるま湯でね、うん、薄めてあげるとアミノ酸とかも多いのと血糖値もある程度安定しますので、ちょっとそういうのをあげてちょっと体の不調を整えるっていう、できればそこにピーウォーターを入れれば最高なわけですよ。何の CM だよってきっと思われちゃうかもしれませんけど、はいじゃーん。あ、これ逆だ。逆です。ごめんね。これと、あ、ちなみに甘酒ご覧になった方いらっしゃいます？これ結構ね美味しいんですよ。甘いけどね。だあのいろんな動物の子が飲めると思います。フェレットさんでもあげてる方いらっしゃいますよ。でこれをお湯で少し薄めて、ぬるま湯で薄めたところにこれをあの3滴4滴とかバーって入れていただいたりとかすると良いです。で甘酒はこれ今持ってるのはリンゴ味で、プレーンももちろんあります。プレーンとリンゴ、パッケージの色が違いますのでちょっと気にしておいてください。これあの本当年末というか寒い時期にはぜひ、あのさっき言ったあの水分の補給が少なくなる時期なので、それにも合わせてこういうのを利用していただいて、ちょっとでも水分を補給する癖づけをお願いします。はい、いいですか皆さん。腸活できるので結構おすすめですよ。腸活、今いい言葉言った。これ腸活語らせたら長いからね、ちょっとね短めでお願いしたいです。はい、あの腸活重要ですよ、はい、ね、もう今やお腹のそのやっぱりね、その今何フローラルじゃないな、何でしたっけ、腸内フローラ、そう腸内フローラ、もう名前も出てこない、ごめんなさいね腸内フローラ自体のあの菌の状態によってだいぶアレルギーとか病気とかの改善がもうその腸内の菌のおかげで変わるっていうのが
これ人間が実証されたからなのか、すっごい今その動物業界もいきなりですけどブワーッとこう変化しつつあって、なんかハートマークありがとうございます、はい、ラブちゃんに買ってあげようかなって入れてくれている方がいらっしゃいますね。もうぜひですよ、うん、あの飲まないっていうことはね多分少ないかな、うん、ただあの多分皆さんの経験上甘いものをあげるっていう感覚が少ないから、ワンちゃん自身が甘いものを飲んだっていう記憶がない分甘いことに驚くかもしれませんけどね、えなんじゃこりゃみたいな感じにはなると思います。うちはなんかあのご飯とご飯の間に甘酒あげたりするんですよ。えあ分かります、その間にあげてちょっと水分補給をしっかりしてもらうようにやってもらってたりはしますね。うん、どうでもいいんですけど、そこが変わんないのは私はとっても気になる。まあ、はい、ごめんなさい、どうでもいいです。はい、はい、で、甘酒大丈夫ですか皆さん。甘酒の話してたわけじゃない気がするんですけど、まあいいや。はい、何も変わらないね。あ、わあ、皆さんいろいろコメントありがとうございます。あのこの全然関係ないんですけど、インスタライブしてる最中に画面が変わらないのって何かあります？まあどうでもいいですよね、ごめんなさい。はい、はい、あのぜひラブちゃんに買ってあげてください。皆様お願いいたします。何ですか、うん、あはい、あはい、皆さん、はい、ぜひがね、ぜひ続けることに意義がありますので。あで腸内フローラの話が急に終わっちゃった。はい、であのぜひお腹の調子はそれだけじゃなくて、うちのお店それ、まあ、結構早い段階からあの腸活には力を入れさせていただいてまして、あのほんとヘルスチャージの N とか K とかが腸活にはものすごく効果的だから、さすが博士いやいやいや、話しちゃうとほら長くなっちゃうから あれですけど、ちょっとぜひ皆さん意識していただいたら良いと思いますよ。えあはい、すいません、何かちょっと語りすぎてくる、ごめんなさいね、あのそういう喋らしたら止まらなくなっちゃう、ちょっと誰か言ってね、本当にね、腸活の話は今日ね話題には入ってないはずだったんですよね、すいませんね本当にね。なんでちょっと甘酒ね、皆さんちょっと甘酒は手軽かなって思うんで、ね、まず始めるのには手軽なところからお願いします。でこんななんか効果あったよみたいな情報があればぜひお寄せいただきたいです。あげてこんな効果あったよとか、こんなとこ良かったよとか。シニアの子でね、昔ちょっとやっぱりあのもう寝たきりになっちゃってて、何かその方にプレゼントないかしらって甘酒勧めたら1週間でね起きて走ってたっていうからびっくりだったっていう結果があった子もいたから、ちょっと体の状態が変わるだけでもワンちゃんって案外やっぱり生命力強しなんで、そこはちょっとあのきっかけ作りになってくれたら良いと思いますので、ぜひお願いします。はい、ではい、7が終わり、はい、はい、で皆さん今のところもうね、これなんかよくわかんない話してたら30分になっちゃったよ、はい、大丈夫ですか、いいお時間でございます、はい、そうですね、はい、何か皆様ここまででご質問とかございますか、遠慮なくないよって、はい、はい、あのお家のワンコの名前を呼んでほしかったらコメントを入れてください。はい、ビビるかもしれないですが呼びます、呼びます。え、いらっしゃいますそんな方、あ、ありがとう。ラブちゃんのママが、ね、ラブちゃん、ありがとう。え、何？お店に伺えて、あ、行くのも楽しいです。あ、ありがとうございます。ラブちゃん、この前あれでしょ？ワクチン終わったんだよね。多分そのラブちゃんかな。そうですね。そうですね。そうですね。はい、もうちょっとしたらいらっしゃっていただけると伺ってます。楽しみにして。あ、ランプね、ランプ。あ、ごめんなさいね、話がめっちゃ止まる。ランプ、ちょっと大丈夫？ビビってない？平気？ランプ大丈夫？震えてるんじゃない？きっとおかしいことになってない？ランプー、ランプくん、あ、正解です。はい、イエイエイ。あ、ランプ大丈夫ね。狂犬病打ちました。あ、ラブちゃん終わったそうです。マオちゃん。マオちゃん。マオちゃん聞いてます？ビビってるとか言わない。あ、ポム。あ、ポムちゃんはニコニコしてる。チョコちゃん、ミントさん。はい。あ、土曜日行きます。ありがとうございます。お待ちしてまーす。え、大丈夫？なんかみんな引きつけ起こしたりしないよね。マオちゃんとか。チョコちゃんもミントもさんも。大丈夫？怖いからね。え、
ラブは反応してます。あ、そうですか。大丈夫かしら、博士の声に。まあ、そうかな、大丈夫かな。あ、ちくわも見てます。あ、ちくわありがとう。ありがとう。ペカかな、ペカもいる。あ、ペカですね。え、玄関見てる。え、どういうこと、来ると思ってるってこと。思ってる。無反応。そう、あ、そう、チョコちゃんは無反応。あ、よかった、ある意味よかったですよ。それ引き付けとかね、起こしちゃったら大変ね。真央はキョロキョロしております。真央さん大丈夫よ、お家には伺わないから大丈夫、待っててね。でもね、ね、今度お会いしたらぜひ。いやいや、それでちょっとね、あ、こんばんは。え、こんばんは。あれ、あ、こんばんは。どうだろう、別に特にあれかな、大丈夫。あ、そう、今ねワンコイで呼び名をちょっと呼んでほしいっていうリクエストがあったもんですから呼んでみてるんですけど、呼んでほしい方、あの、別にいいですよ、ワンちゃんとかじゃなくても。ただうちのね、お店の、あ、こんばんは。あの、ちょっと一部ワンちゃん、私で、ね、あの、教育させていただいた方がいらっしゃいましてですね、私の声を聞くと少しちょっと緊張が走るというね、あの、意見がありましたので、呼んでちょっといいのか悪い。え、本当面白いです。一人で笑ってます。え、そんなこと言われてどうすればいいんですか、これ。え、ついにプードル飼いました、どなた様かしら。おめでとうございます。もうちょっと会いに来ていく。ランプだね、それは。あ、そうですね、あの、ランプもね、そうよく知ってるね、皆さんね。そう、ランプもビビってますよ。プードル買った方の、ぜひ遊びにいらしてください。連れてきてください、ぜひぜひ。ワクチン終わって、あと、あの、お悩みが出たらすぐ連絡を。とにかく一人で悩まないことでさえ何ですか。はい、うちの子は寝てるそうです。みんな冷静だね、よかった。バンビの尻尾下がったそうですので。あ、大変だよ。あ、この企画失敗かな。やばいかもしれないね。ラブもう呼ばないよ、もう呼ばない、ごめんね、ごめんね、はい、お休みください、おやすみなさい、ランプさん、さよなら。大丈夫、平気、みんな引きつけ起こして転換になっちゃったとかない。反応、ランプ、あ、本当ごめんね、ごめんね、ごめんね、大丈夫よ、大丈夫、きっと大丈夫よ。誰か子守唄歌って差し上げてね。スターちょっと寝るかもしれませんから、ぜひお願いしますね。何やってるかよくわからないけどね。ね、あ、桃太郎さん、あ、こんちくわ、太郎さん、ちくわっちー、あ、ちくわさん、見てないよね、きっとね、わかんない、ね、ちくわは見てないかも、ね、そうだよね、はい、見てるのはちくわのママと、ね、そうですね、はい。え、何、ちょっと無反応、大丈夫、みんな、ちょっとよくわかんないインスタライブだよね、ごめんなさいね、うん、だって予定通りです。そうそう、予定通り、予定通り。ちょっとではそろそろ、はい、あれですかね。あ、もうそんなこんなで終わりの時間になってしまいましたので、あ、これこけてこけてる、ごめんなさい、はいはい、あの、え、ライブありがとうございます。あ、もうそう言っていただけるとありがとうございます。ポンコツ2人頑張ります。ポンコツ2人で本当もうね、ちょっと本当スイッチの押し方すら分かってないからね、ちょっと問題らしいとか言われてるけど、さっきちょっとね、もう大変だったんですよ、いろいろ倒すわ、いろいろやれば。ごめんなさいね、本当に。あ、で、あの、年末でこんなんであれですけど、年始はちょっとはっちゃけていこうと思ってますので、来てびっくり、なんかちょっと頭になんかついてる人間がいっぱいいるかもしれませんけれども。え、桃太郎さん、遅いですよ、今日9時からですから。9時からだよ、あんまりやってたら怒られちゃうじゃない、こんな日にね。もうちょっと早く来てください。え、何のこと、え、ダメダメ、そうそうそう、これあ、ちょっといろいろねつけて、あの、まあ、ちょっとやるとほらネタバレになっちゃうから、来年の年は何年ですか。それはもう、え、これ以上笑わせないで。いや、別に笑わせるコントやってるわけじゃないんですよ、普通なの、これ私の普通、ね、来年は辰年です、イエーイ。あの、全然関係ないんですけど、お店の、え、辰、え、辰、え、辰でしょ、辰ですよ、龍の年だよ、ドラゴン、ドラゴン。何何、よくわかんない、まあ、いや、ほら知ってるか、年末年始の営業日、あ、年末年始、っていうコメント来てます。年末年始、さっきちょっと一回お伝えはしたんですけど、年末年始、東川口店でいいかな、イエーイ。あの、東川口店は年末は、あの、通常です、はい、何も変わりません、はい、一つも変わりません、はい、で、元旦だけお休みをいただいております、はい、で、2日と3日が11時から6時までです。ちょっと早いです、1時間ばっかし早く上がります。で、4日から普通です。良いですか皆さん、ちょっとお尻に来てる方はちょっと押してじゃない、早く来てください、押してきちゃダメ、あの、早めにしてね、来ていただけたらと思います。大丈夫かな、はい、はい、はい、ありがとうございます。
あ、全然関係ない。で、ほら9時の時にいたじゃないですか、お店のど真ん中に。え、知らねえよって、あの、いたんですよ、お店にね、怪獣くんがいたんです。その子にちょっと今頑張ってもらって、いや、来てのお楽しみですよ、それはね、来てのお楽しみ。ちょっとそいつに頑張ってもらってますので、あ、了解しました。はい、ありがとうございます。もう語りがそろそろ、はい、ね、もう皆さんいろいろやり始めてますので、はい、ちょっとお正月感出ちゃってると思いますが、ぜひよろしくお願いします。はい、待ってます。では、はい、はい、というわけで、では一番最後の締めでございますが、はい、はい、ドラゴンちゃんもいるよ。はい、え、こんなドラゴンちゃんもいるからね、イエーイ。はいはい、で、はい、もうじゃあ本年も、あの、すぐ、すっごい慌ただしくて申し訳ないんですけれども、本年も本当に犬心、あの、皆さんに愛していただきまして本当にありがとうございます。あの、おばさんがね、ちょっと言わない、おしゃべりおわけぐらいにしとけばいいのかな、はい、あの、ちょっと、あの、いや、でもほら年を重ねてるわけですよ、はい、で、ちょっといろいろ物忘れとかが激しくて、え、あ、お世話になりました。お世話になりました。いや、こっちがお世話になっているのです。はい。はい、なので、皆様、あの、ちょっとね、あの、ちょっと、デコボココンビじゃないなと、はい、あの、ちょっとボロボロチームみたいな感じになってますけれども、あの、物忘れが激しい時は、あの、さりげなく、違うよ、さ、違うかって教えてください。教えてください。ちょっと、やばいことになってたら、あの、ちょっと、ペンって叩いていただいた方がありがたい。店内でハサミなくしてるんで、見つけたら教えていただけると助かります。いろいろと、落とし物とかあったらごめんなさい。あの、なので、ちょっと皆様、あの、広い心を持ってですね、あの、来年もお願いできたらと思いますので、あの、犬心、あの、もちろん東川口店だけじゃありませんので、ララポートのチームの方が若々しいかもしれません ね、 そうですね、リフレッシュかもしれませんけれども、申し訳ございません、はい、すいません本当に申し訳ない、はい、でも、あの、ぜひ、あの、このちょっとよくわからない勢いのままで、あの、来年はライブは続けていこうかなと思っております、はい、で、来年はもうちょっとなんか、あの、病気のこととかやってほしいですとか、デンタルのことやってほしいなんていうご意見も出ておりますので、あ、よろしくお願いします。本当に、あの、ちょっとそちらも含めて、あの、ライブの内容に組み込んでいこうかなと思ってますので、いや、こんなこうベラベラっと喋ってますけれども、あの、そう、あの、ちょっともうちょっと真面目な会議を予定しております。で、あの、デンタルの横塚先生をご存知の方は多いかと思いますけれども、出演をしていただけると、はい、していただけるということになりましたので、はい、なので、ちょっと、あの、ぜひ楽しみにしていただけたらと思います。今更出すなって感じですけどね、はい、申し訳ございません。本年も本当にお世話になりました。本当に1年ありがとうございました。でも本当ちょっとわからないこととございましたらば、あ、フェレットワールドね、はい、今年も本当にありがとうございました。本当に、あの、ちょっとまだまだいろいろやり残していることもあるかもしれませんけど、まあ、本当に31日まで何か困ったことなどございましたら、はい、ぜひ、あの、相談窓口になるように心がけておりますので、 ありがとうございます、はい、じゃあ良いお年を本当にお迎えくださいませ皆様。え、大丈夫、終わって平気、はい、あ、来年も楽しみです。フルで働いてるんで、はい、いつでも大丈夫です。大丈夫です、あの、はい、普通に、うん、3日ぐらいまでは普通にいます。はい、はい、はしごします。あ、もうぜひお願いいたします。ありがとうございました。では皆様、はい、来年もぜひよろしくお願いいたします。はい、では、良いお年をお迎えくださいませ。お迎えくださいませ、皆様。ありがとうございます。さようなら。あ、お店はやってるよ。でも、インスタライブは終わるよ。さようなら。よろしくお願いします。イエイイエイ。イエイイエイ。来年は踊ろうかな。イエイイエイ。え、さようなら。にょ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 。